また高温の影響で秋の花の生育が早まっています。上町では赤や黄色など色とりどりの花々が咲き誇り見ごろを迎えています。上町の薬来山のふもとにある薬来ガーデンです。緩やかな斜面のおよそ3ヘクタールに20種類16万株の秋の花が植えられています。今はサルビアやケイトウ、マリーゴールドなどが一面に咲き誇り、花のグラデーションが丘を彩っています。今年は高温の影響で例年より2週間ほど早い先月中旬から花が咲き始め、今も順調に育っているということです。またコキアはこの夏たっぷり日差しを浴びてすくすく育ち、いつもより2倍から3倍の大きさになっています。癒されるっていうか、綺麗だなって思うとなんか、楽しくなるっていうかね。癒されますね。そうですね。素敵ね、こんなに花がいっぱい咲いて、こんなに雄大だとは思わないで来ましたよ。それで北海道にね、行ったみたいね。薬来ガーデンの秋の花々は来月下旬まで見頃が続くということです。